こんにちは、日本改革党くつざわです。7月1日政策報告会を池袋で行います。来てね。明日あさってのメール党員様限定懇親会、申し込まれた方はお忘れなくすっかり忘れて、あのドタキャンされて、あの人数言っちゃってんで、あの店側に、よろしくお願いします。8月15日メール党員限定靖国神社正殿参拝、場所を改めまして懇親会を開催いたします。来てね。いずれもですね、動画説明欄もっと見るをクリックなさってですね、8月15日の方はまだ先なんで、ちょっとあの募集まだちょっと待ってください。終戦の日に、まあ、あの懇親会があるっていうのをちょっとあの覚えててもらってね。ファクタ誰って感じなんですけど、なんだろう、どこなんだろう。まあメディアなんですけどね、オールドメディアではない、ネットのメディア、独占スクープ、朝日新聞の押し紙は84万部、極秘内部資料公開、大量の新聞が毎日梱包されたまま廃棄処分というショッキングなニュースであります。ショッキングでも何でもない知ってるんですけど、一般反応です。余った紙はどこへ、こんなんで SDGs とかよう言うわ、木で作った紙を無駄にするなら温暖化って騒ぐな、押し付けられた販売店はかわいそう。それがあんまりかわいそうでなくてですね、広告費、折り込み広告が盛んだった時期はですね、広告を折り込む広告配達料で販売店、新聞買って広告チラシ配達料は販売店に入ってたもんですから、部数を課題に言えばですね、一部いくら 2.5 円とか一部3円の手数料で折り込みますとかいうものなんで、まあまあ販売店もよかったんですけど、今みたいに新聞折り込みチラシ、廃れてくとですね、皆さんネット広告にシフトしちゃうとですね、販売店が苦しいと、押し紙押し付けられて、その新聞代を新聞社に払わなくちゃいけない、苦しいと、こういうので問題になってきてですね、裁判訴訟も結構あったかに思います。朝日配管までカウントダウン、押し紙分の広告料請求は詐欺罪、まさにその通り、まさにその通りであります。この市はですね、朝日新聞は4万5000部配達してます。4万5000部かける3円ですから13万5000円いただきます。紙チラシの印刷代は別という、そういう請求の仕方するんで、4万5000部だっつってところにですね、4万部しか実は配ってないとすると、まあ詐欺ですよね。朝日配管まで頑張るぞ、もう新聞作るのやめたら広告主さんは過去に遡って過剰支払い分を返金してもらったら、これいいアイディアですね。発行部数で広告料を請求するんだから完全に詐欺だよなぁ。なんで詐欺が堂々と曲がり通っているんでしょうか。我が国では、試験ですけど、毎日梱包されたまま廃棄処分って記事にはありますけれども、まあ、そっくりですね、リサイクル業者のトラックが引き取りに来るんですよ、毎日毎日。新聞販売店に。毎日毎日、引き取りに来る。で、再生紙の原料になるのもあれば、ペットのトイレや割れ物梱包用に販売されて、おります。アマゾンで新聞紙って検索すると、ワンサが出てきます。割れ物の梱包に、とか、ペットのトイレに、とか、まあ、いろんな用途にですね。あと通販の梱包材としても使われますか？ぐしゃぐしゃ丸めて。日本は押し紙があるので、紙のリサイクル率が高いんだよっていうのは、昔からの常識。少なくとも10年程度前ぐらいからは常識でありました。なんか漫然と、漠然と、テレビ見てる高齢者さんたちと、そうでないエリート高齢者さんたちとの情報格差がとんでもないことになってますね。リサイクル、日本の紙のリサイクル率が高いのは押し紙のせいっていうのを
今日知りましたもんね。エリート高齢者さんたちは、とんでもないことになってるな。もう全く別人種だな。パヨ語が理解できねえわけだよな。話にもなんねえしな。なんて思っちゃったりします。昔からですね、読売2割、朝日3割、毎日4割が押し紙と噂されてきたんですけど、今年1月の公式発表では、朝日は379万5158部、売れましたって言ってんで、押し紙率は 22%、84万部が、押し紙だとすると、過大請求だとすると 22%。あれ少なくね？本当に84万部で済んでんのか？この極秘内部資料はこんなに少ないんですよっていうための、たったの 22% しかないんですよ。と訴えるためにちょろっと漏らしたもんなのかって疑っちゃうぐらいですけど、この数字も全くの嘘だよ。84万部が架空客、つまりいない、配達先がないものとすれば、実数はですね、約295万部ですね。300万部切ってますな、朝日新聞。600万部だなんて鼻息荒かったこともあんのに半減と、朝日新聞社去年度決算は新聞部門が120億円の赤字、不動産部門が57億円の黒字ということで、なんで新聞やめねえんだろう。新聞部門、もうやめちゃう。廃業した方が不動産屋で生きていけばって話なんですけど、2割以上もですね、部数を過大報告しても、このありさま、赤字120億円と。朝日本社に近いですね、銀座とかで、紙の新聞は環境破壊ってデモはいかがでしょうか。皆さんどうでしょう。こういうデモだったら参加してもらえます。本当に環境のことを心配してんじゃなくて、新聞社全部弱らすために、紙の新聞は環境破壊だーって、許さないぞー、森林伐採を許さないぞーかなんか言って、地球温暖化ストップがなんか言って、これなら毎日もにもですね、赤旗にもですね、政教新聞にもダメージ与えられるし、買ってる側も同罪だーがなんか言って、それもそうだよなっていう、今買ってる人を、やめさせるっつうんですか。綺麗事なんで、環境破壊だーって、綺麗事なんで大っぴらに妨害しにくいしね、私が生きてるうちに朝日新聞の終焉が見たいと。立憲安住淳、紙の保険証を守る夏にしたい。ここでも神々言ってますね。森林環境破壊のとんでもねえやつですね、安住はね。環境が一番大事ですよね。本心ではないんですけど、厚労省調査チーム発表、保険情報の誤りや不正使用は年間600万件以上、処理に1000億円以上かかってる。資格停止後の使用も少なくない。これらはクレジットカードのような認証システムを導入すれば解決すると、発表になって、これずいぶん昔に発表になったもんなんですけど、今ね復活して、話題になっておりましたんで、取り上げさせてもらいます。一般反応、これぞパヨの金脈。不正使用がパヨの金脈だっつってんのかな。めっちゃ反対するわけだよ。立憲これどうすんの。紙の方がごまかしやすいもんな。紙のは写真ついてないから貸し借り簡単だよね。これはワイドショー無視案件。こういうのは全然報道しないのはつまりそういうこと。外国人の不正使用を守るために立憲は頑張ってるんだぞ。立憲は共産社民以下になってきたな。いやいや、共産と社民もよくよく、だから大概だからね。立憲の方がダメっていうことも、泣きにしもあらず。病院はしごして薬もらえまくって転売できなくなるもんな。これがパヨの資金源なんでしょうか。普通に犯罪ですけどね。不正使用よりマイナカードの不具合の方がマシ。保険証の不正使用、詐欺よりマイナカード保険証の不具合たまに出るの方がマシである。立憲、不正使用させたいから紙の保険証は守らないと、とは言ってないんですけれども、365日しかないのに600万件って、保険証不正使用が1日2万件弱ってことなのか、そんだけ詐欺られてんのかって話なんですけど、こんなザルでね、不正使用し放題じゃ保険代いくらっても足りねえじゃん。
そんでなくてもあのヒーヒー言ってんのにさ、道理でね、あの立憲共産社民令和のスパイ政党が大反対するわけだよな。テレビもグルでね、不正使用者、つまり犯罪者の味方だもんね。テレビも立憲も共産も社民も。マイナカード保険証、カードリーダーが認識しないとか、いろいろあの不具合出てるみたいなんですけど、マイナカード自体もですね、マイナカードで他人の年金、支給記録が見れちゃうなんて不具合も、出てましたけれども、国保詐欺、薬もらいまくり転売詐欺、保険証貸し借りの不正使用よりマシ、不具合出てもだんだん改善されていくんでしょうしね。不具合は、徐々にね、あのシステム的な問題だから、マイナカード保険証一体化で情報流出ガーって騒ぐやついるんですけど、お前の情報なんかいらんってやつほど大騒ぎ、お前の情報に何の価値があるんだみたいなやつが、まあ、パヨなんですけどね。どうしても嫌ならですね、あの、国保使わず、保険料も払わず、そいつだけ10割負担すりゃええじゃん。あの、国保ね、あの、ばっくれて、んで、あの、病院、たまに病気になったら、10割払えばいいやんけって話。国保使ってくれって頼んでねえ。そんな嫌なら、全額払えばいいじゃん。これはあの難民がーっていうパヨにも使える和法ですね。来てくれって言ってねえよ。そんな感じだったらお前ん家で面倒見ればいいじゃん。まあそういうことですね。ローソが立憲支持を公言しているテレ朝。テレ朝の労働組合は立憲支持を公言しております。まああのテレ朝ローソがっていうか民放労連が私らは立憲を支持しております。公言してるんですけど、必死の援護射撃。マイナカード使用者の 56.5% が特にメリットを感じてなかった。非使用者の 57.7% がメリットについてわからないと答えた。そりゃわかんないでしょ。使ってねえんだからね。一般判断。紙の保険証とか不正使用について、ろくに報道しないから、デメリットがすごいって知らないんだろ。保険紹介しますがないだけでも結構快適だが、お薬手帳が自動で更新されるようになったし、紙がなくなって病院移るとき、めっちゃ便利と、本人確認で採血や検査のためにお名前と生年月日を言わされるのがめんどい。あ、これあるな。受付変わるためにですね、まあ私肺がん治療のときに朝一で採血かな、で、それが終わったら CT の部屋に行って、みたいなね。で、移るたびに、場所を移るたびに、靴沢です。生年月日何々です。はいはい。言わなくちゃいけない。めんどくさかった。かたくなに不正使用のこと報道しないな。もはやグルだろう。もはやも何も。グルですがな。不正する奴らのせいで保険料上がってるって言えば、高齢者もすんなり納得すんだろう。不正防止が目的なんだから、利用者の使い勝手は無関係と。テレ朝はですね、使用者メリットさほど出ないって言いたいみたいですけど、目的違いますよね、これ。行政の作業の簡便化と不正使用防止っていうメリットのためにですね、切り替えるんだから、使用者のメリットは関係ない。仮にですね、使用者がめんどくさくなっても、たとえめんどくさくなったとしても、これはやるべき。だってクレジットカードのような承認システムを導入すれば、これは防げる、なくなるって断言されてんだから、1日2万件の不正使用が減ればですね、保険料安くなるって知ればね、情弱も納得するんだけど、まあ、テレビは絶対言わないわな。こんなのは言わないわな。だってグルだしね、不正使用者の味方ですし、店員が楽、本人確認が楽、使用者にも結構メリットあるやんか、使った人の意見のね。結論、テレ朝は保険証不正使用者の味方で我々の敵と。まあこれはテレ朝に限らず、テレビはどこもそうだと思いますけどね。テレビは我々の敵と。それが証拠に NHK ネット聴取反対デモや NHK スクランブルデモは一切報道しない。新聞もどっこも消えしね。こいつら我々の敵ですから、知るべきことを隠蔽してっていう。埼玉県、鴻巣市って言うんですかこれ。鴻巣市って言うんですか、間違ってたらごめんなさい。路上で、女装した、煙山直樹、煙山直樹、
わかんない、演算直樹かもしんない、が26歳が女性に接近し、女装して女性に接近し性暴行で逮捕。別の日に埼玉市路上で女性を暴行し下着を奪った容疑でも逮捕、いずれも女装していた。女装した理由について、興奮したかった、って供述した。つまり女装すると興奮するタイプの、変態さんですね、一般判断です。岸田が目指した優しい世界、心は女でレズだと好き放題だな。女装して興奮するならトランスじゃないだろう。女装は国のお墨付きだぞ、控え、 LGBT 法で無罪になります。近い将来これが当たり前になる。 LGBT パヨ団体出動、お前らがこういう世界がいいっつって自民党に投票したんだろう。女装好きはトランスジェンダーではなくトランスベスタイト、またはクロスドレッサーと呼ばれるタイプだから普通に性犯罪、そうなんだ、トランスベスタイト、あるいはクロスドレッサーっていうんだ、へえ、知らなかった。女装好き、試験ですけど煙山直樹って本名かな、国籍は。こんな疑いが湧き上がってくるのはテレビ新聞が普段正確な報道してないからですよね。本名をかたくなに報道しない、あるいは名前すら男45歳とだけ報道して、から正確じゃねえからこういうふうに疑われるんですよね。体男で心が女性の人は女装で心安らぐんじゃないの、興奮はしないでしょ、常識的に考えてさ。だってあの元の自分らしい格好するってことで興奮はしないんじゃないの、なので煙山は単なるあの女装愛好家であって普通に性犯罪だから刑務所に行ってあのめちゃくちゃいじめられるとええですね。刑務所であの性犯罪者はピンクとか豆泥棒とか呼ばれて、めちゃくちゃいじめられます。豆泥棒、これはさしてほしいんですけど、なんで豆泥棒っていうのはさしてほしいんですけど、こわもて犯罪者さんたちにも妹さんだの娘さんがいるんだから、まあ当然ですよね、いじめられる。任侠の人らは風俗の紹介や仲介や盛り役はしてますね。建前はあの弱気を助けですからね。ただあの今日から施行早の LGBT 法で、入管法の施行は来年からなんて、なんで LGBT 法だけこんな早いのか、採決したばっかじゃねえのか、採決した2日後に、施行が、で違いがわからないとですね、犯罪叩きにくくなったのは事実ですね。なんや知らんけど差別言われるんちゃうか、まあね、あのトランスベスタイトであるとか女装愛好家だ、これは単なるでわかんないと、わかんないとなんかあの叩きづらく、糾弾しづらくなる空気、岸田はあのサミットでカッコつけたいプラスそういうのに理解あるいい人ぶりたいってだけで、こんな欲でこんな世界をぜっとする、つまり変態さんが大手を振って犯罪を起こす、こういう世界をぜっとするのが悪いやっちゃな、持論ですけどあのいい人ぶりたいが国を滅ぼすであります。これね、大阪夏の陣で勝利した徳川家康、豊臣秀頼の息子の国松8歳捕らえて処刑してんですよ。でね、まあ、その当時は、んな小さな子供までっつって、評判悪かったんですけど、今となってはですね、まあ、太平の260年、築いたんだから、まあ、平和はですね、血みどろになって、血生臭いこともやんないと、維持できないっていう実例なんですけども、まあまあ、平和とか安定とかを守るためには、裏ですごい、血みどろの戦いがあるってことなんですよね。だからいい人ぶりたいが国を滅ぼす、これでね、小さいからかわいそうだなんつって滅びちゃったのが平家、平の清盛ですか、命乞いに負けちゃって母ちゃんの美しい母親の命乞いに負けて頼朝と義経除名しちゃってで滅びたと、まあそういうことですね。いい人ぶりたいが国を滅ぼす。韓国野党正義党かっこ北朝鮮のスパイが社民党かっこ北朝鮮のスパイに招かれ、
東電前で嫌がらせ集会。汚染水、処理水なんですけど、汚染もなんもねえんですけど、放出をやめよう。抗議文を渡そうとしたが、東電側が面会も受け取りも拒否と。一般反応です。内政干渉お断り、何しに来たの？そもそも入国させんな、こんなの。ゆすりたかりの詐欺集団。バカに会うだけ無駄。アポなし突撃。いや、電波少年。拒否されるのは分かってて帰国後、東電は寝とうよと言うまでが使用。社民党の正体がよく分かりますね。私的な集団だから拒否っても問題なし。アポなしって電波少年じゃないんだから。どんな対応しても文句言うから拒否が正解。党の金で日本観光100校を、禁止の外国人政治活動をやる正義党、かっこ北朝鮮のスパイと、それをやらせるために招く社民党、かっこ北朝鮮のスパイ。一体どこに接点があるんだろう。全然わかんない。まあ、同じとこから指令下ってんだと思いますけれども、早く北朝鮮滅びといいですね。多分ロシアの道連れになるんじゃないかなって思いますけれども、東京地検、元参議のガーシーを常習的脅迫、名誉毀損、強要、威力業務妨害の4つの罪で起訴。一般案です。こいつの人間性嫌い。立花、不起訴になるんじゃなかったのかよ。そんなこと言ってたんだ。あれ、逮捕の時よりも強要罪が増えてるな。保釈の見込みなくなっちゃったね。立花、保釈用に集めた金、どうすんだ。猫ババすんのか。現に逃亡してたんだから、保釈なんか絶対ないぞ。検察の本丸は立花。ほぼ自供したってことだから、次は立花だな。ガーシー、全部立花さんの指示です。立花逮捕が楽しみ。犯罪者を立候補させた立花は責任を取れと。ガーシー、そっちの上で、立花隆、球団が多かったです。23日ルールで起訴は6月27日、来週って思ってました。思ったより発表、起訴が早かったのは、動画やら、音声の証拠が山ほどあって、立証が楽だからかな。起訴されたイコール、99.966% 有罪。無罪になる確率がですね、0.034% だそうです。日本の場合、99.966% 有罪にできるって思わないと、起訴しない。検察。それもね、おっかなびっくりで、どうだと思いますけれども、認定されたってことですね。今後のガーシーの、処遇なんですけど、今桜田門の警視庁の本庁の留置場にぶっ込まれてるはずなんです。で、起訴されたってことは、3回の刑事調べと3回の検事調べが終わったっちゅうことだから、東京拘置所に移されて裁判待ち、裁判の日を待つってなるんですけれども、ガーシーね、これの他に旅券法違反っていうのもやってますんで、これ追加されて再逮捕で、警察検察はそれ分かってから警視庁の留置場で動かさないじゃないかな、しばらく、再逮捕するまで、でね、再逮捕の可能性あった時は床屋呼べません。再逮捕の可能性ない場合は床屋呼んでほしいんですけど、留置場にいる時に床屋さん、丸刈りとかそんなしかないですけれどもね。実は留置所より拘置所の方がお菓子とか買えるし、なんか布団敷きっぱなしでゴロゴロしてていいし、楽っちゃ楽なんでね。留置場だとですね、布団全部しまうところにその都度その都度取りに行かなくちゃいけない、しまいに行かなくちゃいけないっていうのがありまして、めんどくさい。拘置所は布団敷きっぱなしでずっと日中布団の上でゴロゴロしてても構わない。お菓子とかコーヒーとか紅茶とか、雑誌なんかも買えます。なんでガーシーはしばらく警視庁本庁の留置場でちくわ食わされて、弁当ちくわ、朝晩が弁当でですね、
やたらとちくわがついてきます。これはあのタンパク質足りねえな、ちょっと弁当なこれなっていう時に、あ、めんどくせえ、あのちくわ半分生のまんま追加しろみたいなことなんだと思います。で、昼はですね、留置所によって違うんですけど、食パン3枚にピーナッツバターとマーマレードとかバターとジャムとかついてくるの場所もあれば、毎日毎日それ、で、コッペパンにそれがついてくる、毎日毎日それ、のとこに分かれます。これで立花もですね、なんせガーシーほぼ有罪犯罪者、ほぼ犯罪者って扱いになるから、これで立花もですね、ちょっとお話聞きたいんですが、ガーシーさんがあなたの指示だったと言ってるんですが、共犯あるいは犯罪教唆あるいは犯罪幇助で逮捕される可能性が極大になりましたね。NHK 問題はですね、立花亡き後も靴沢と日本改革党が引き続き取り組みますんで、ご安心ください。どうせ今もNHK 問題は解決したなんてほざいて何もやってねえもんね、あいつらね。6月1日から未契約割増金請求がですね、始まったか、ツイッター検索してもですね、請求されたって方が見当たらないんですよ。これ、NHK 側では、脅しに使えればいいと割り切って、一件も実行してない可能性もあるんですね。もし割増金を請求された方がいらっしゃいましたら、取材させていただきたいんで、私にご連絡ください。取材させてくれたら、拍車差し上げます。よろしくお願いいたします。というわけで、あさって懇親会よろしくお願いします。7月1日政策報告会もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。